11月 MF 文庫 J の新刊が発売されました。続刊の方にはクラスの大嫌いな女子、現在アニメ放送中の聖剣学院、最終刊となるライアーライアーの15巻などありましたが、新シリーズは3作品ございました。すべて読んだので感想を話していきたいと思います。評価はいつもの5段階でやっていきます。よろしくお願いします。まずはこちら。多元宇宙的青春ののの破れ唯一の君がいる扉第19回 MF 文庫 J ライトノベル新人賞作受賞作作受です僕の評価は 3ですね主人公ゆがみは事故をきっかけに平行世界を行き来する能力を手に入れたんですよそれ以来自分の理想とする青春の世界を渡り歩いて日々を過ごしていたらある日そのすべての平行世界が一つに統合される現象が発生して各世界で青春してたヒロインたちが一つの世界に集まってしまったというカオスなストーリーです読む前から非常に引き込まれるあらすじですよね平行世界はすごい術を使って行き来するんじゃなくて目を閉じ って念じるだけでいけるんですよなのでボンボン行くんすよね作中ではいろんな世界が出てきてある世界では不幸が起きてある世界ではうまくいってるとミスった選択肢をすればミスってない世界に行けばいいだからタイムリープとちょっと近いですよねそして歪みはうまくいってる世界だけを渡り歩いて青春してたんですよねジュリという義毎がいる世界や幼馴染のアイドルと恋人である世界とか生徒会長に気に入られてる世界とか歪みが選んだいくつもの素晴らしい 世界がそこにはあるんですよねしかも念じただけで行き来できる全部を味わえる最高じゃんと歪みは地味なタイプで自分の人生は脇役だと思って生きてたんですけど平行世界って自分でも主役になれる素晴らしいものなんだと思い込んで取り憑かれたように移動するんですよねなのでいろんな世界での描写が交錯してて少し読みづらいところもあるかなと思いますそうやって自分の都合のいい方に進んでたら当然バチが当たりますそのすべての世界が 一つにまとまるとてっきりあらすじ見た時ヒロインたちが全員集合してギスギスしながらもみんなで主人公を取り合うみたいな話だと思ったんですよねでも全然違くて結構重たい話でしたね世界がまとまるわけですから主人公と無関係だった人たち含め全員が巻き込まれるんですよそこでようやくゆがみは自分の過ちに気づくんですよねそしてやり直し癖がついてたゆがみはやり直しの能力がなくなって行動とか選択肢すべてに怯え出すんですよ 最大の問題は、平行世界の人格も統合するんですよ。つまり、三つ平行世界があったとしたら、世界が一つにまとまることで、三つの人格が一つにまとまるんですよ。これにより、記憶や人格の混濁ですごいことになってましたね。それと同時に、いろんな世界で起きたいろんな事件も一つの世界に統合するわけですよ。それらをやってしまった張本人として、歪みは解決していくといった感じでしたね。だから、世界を巻き込んでるんで、めちゃくちゃスケールのでかい話だったんで、 んですけど何をすればいいかの目的が明確になってたので思ったよりごちゃ混ぜ感はなくて良かったと思います独語はこんなずっと暗い話の割にはなかなかいい要因が残ったし読み終えてこれしかないよねって思えるタイトルもかなり好きでしたねただ間違いなくカオスでしたね非現実のオンパレードなのでそこは好みが分かれるだろうなぁと思います気になった方はぜひ読んでみてください続いてマスカレードコンフィデンス詐欺師は少女と仮面仕掛けの旅をする第19回 mf 文庫寺 ライトノベル新人賞最優秀賞受賞作です僕の評価は 5ですねすごい完成度だわ久しぶりに最優秀賞の名にふさわしいと思える作品でしたね千年にわたる王と貴族たちの支配が打ち破られた世界で詐欺師として金を騙し取って生活してた主人公ライナス金が全てのライナスはいつものように他人から金を騙し取ってたらクロニカという少女と出会うんですよ美人な少女でそのオッドアイになぜか引き込まれるするとクロニカがごく当たり前のように主人公にこう言うんですよあなた嘘 ををついててるるでででしょう人人人生かけけ他人を演じ続けた主人公の仮面が一瞬で割られるんですよねその後も個人情報とか過去の詐欺歴とかを全部言われて完全にバレたんですよ。なんでバレたのかというと、その目で見た相手の嘘とか記憶とかを全て読み取ることができる貴族だけが持ってる異能力をクロニカが持ってたんですよね。その能力でライナスはこれまで行った悪事全てをクロニカに握られて言いなりになるんですよ。そしてどんな脅しが来るか と思ったら一緒に旅をしろ海に行きたいと言われるんですよねライナスは脅されてるんでしぶしぶその旅についていく中人外の能力を宿した貴族たちがみんなクロニカを襲い続けるんですよそれを自分の金のためだと守り続けてたライナスの心境が次第に変化していくと心理描写が丁寧でめちゃくちゃ良かったですね誰にも見せるつもりなかったライナスの内側にクロニカはどんどん入り込んでくるんですよねそしてそこに不快感がなくなってること ことに後半まで気づかないんですよクロニカが襲われ続けてなぜかわからぬまま命を投げ出して守っていくんですよね間だの恋だの実体のないものは徹底して詐欺すんできた主人公がこの気持ちに気づいてからの盛り上がり最高でしたどのキャラクターもそこが全く見えないんですよねこのイラストは一見主人公とお嬢様とメイドのパーティーみたいな感じなんですけど誰一人何目的で動いてんのかわからなくて目的が分かった後も心が見えないので ずっと。 と不吉な読み応えが続きましたね。だから読んでて、これハッピーエンドあんのかって感じでしたね。作り込まれた世界観とストーリーで、これがデビュー作とか信じらんないってレベルで完成度が高かったです。物語は2巻に続くっぽいので、これからもめちゃくちゃ楽しみですね。こちら気になった方、ぜひ読んでみてください。続いて、俺の背徳飯をおねだりせずにいられないお隣のトップアイドル様。こちらは第19回 MF 文庫 J ライトノベル新人賞優秀賞受賞作です。僕の評価は 4ですね。人のお世話を焼くことが大好きな主人公マモリはある日、ぶっ倒れてるマンションの隣人を助けたら、正体は人気絶頂の女子高生アイドルアリス・ユズキだったという始まりです。ユズキはアイドルにとって食事より体型維持の方が大事だからと過度な食事制限をしてたんですよね。それを世話焼きなマモリは見てられなくてご飯を食べさせようとすると。当然それをユズキは拒否する。真っ向から対立した2人のバトルが始まります。ユズキは1巻通して拒否し し続けるんですがあまりににもうまそうなマモリの手料理に我慢でできなくなくるんですよね我慢して我慢して我慢してやっぱり飯に落ちた時のヒロインのだらしなさが魅力でしたね。普段アイドルのセンターでしっかりやってるからこそ飯に落ちた時のギャップが出てました。瞳の描き方が理性とは裏腹に飯落ちしてて可愛いですよね。服装もアイドルの服装でへそ出しとかしてて露骨に太ったらバレる衣装をまとってるのに目の前の飯に抗えないこのだらしなさが しなさがいい飯の解説をするときだけ信じられないぐらい饒舌になるのも食い意地張ったヒロイン感がより出てて素晴らしかったと思いますそして守りも手料理を信じられないぐらい幸せそうに食べるゆずきを見て惚れるんですよね守りの料理の腕前はもうプロです高校生のレベルではないゆずきに絶対勝ち目ないのがツボでしたね一応ゆずきのアイドルとしての苦悩とかも描かれてるんですけど常に物語の中心には飯があるんですよね結局好きな人から のの愛ととかかか友達からの応援よより結局ご飯が一番力になるよねっていうストーリーリでした最初から最後まで飯作ってるんですけど、よくこんな飯中心の話で面白くなるよなぁと思うぐらい面白かったです。際どい表情がね、山ほどあるんですけど、全部飯です。そして他のサブキャラも、この二人を引き立てるために出てきた感がありますので、二巻以降どう動いていくのか。さすがに今後もこの展開だと飽きてくるんで、ちょっと飯以外の部分でも二人を引っかき回してほしい しいなぁと思いつつ続感を楽しみに待つことにします気になった方はぜひ読んでみてください以上11月 mf 文庫 j の新作最速レビューでしたマスカレードコンフィデンスの完成度がちょっとエグかったですねはい飯もギャップだったしだらしないヒロインが好きならおすすめですこちらすべて概要欄に購入リンク貼っとくので気になった方はぜひそちらから購入してみてくださいここまでご視聴ありがとうございましたぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いいたしますおそらくここから1週間ぐらいは投稿頻度が上がると思うんで 楽しみにしていてくださいまた別の動画でお会いしましょうさよなら